オパーリー、よっしゃー。ということで皆さん、はじめまして、親戚モンスターズサクと言います。初めての方はじめまして、いつもご視聴いただいている皆さん、いつもありがとうございます。はい、ということでやってきましたよ、マリオカート8デラックス発売日ですね。ではね、今日からね、早速やっていこうかと思います。はい、であなたの身を選んでくださいということで、私サクサク、まあメガネかけてないんですけど、一応メガネをかけて優秀さをアピールしてます。はい、サクサクです。ではちょっとこれをね、選んでやっていきましょう。で、一人で、あ、ちょっと画面違いますね。今のオープニングの曲は一緒なんですけど、一人でモードで、まあ今日一人なんでね、まあ友達いないんで、はい。いや、嘘ですよ。はい。で、みんなでと、まあインターネットで、まあローカル通信でっていう、まあいろいろあるんですけどね。はい。ということで、まあまず一人で今日ちょっとやっていこうと思います。ここ一緒だね。グランプリ一緒だね。で、ここで一つ、グランプリで、前回ね、僕Wii U のマリオカート8、これもやってたんですけど、あれでね、全カップ、全レース、ゴールドメダリスト、で、優勝トロフィー取ったんですよ。はい。で、その証拠がこちらですね。はい、ということで Wii U に来ましたよ。マリオカート8。はい、見てください。この優勝トロフィーの数々、右下ですね。キノコカップから追加コンテンツまで、合計12レースかな。はい、で、50cc 全部ゴールドメダリスト。で、100cc も、150cc もと。はい、ということで、で 200cc はキノコカップからサンダーカップまで、ちょうど8カップですね、通常カップ。これはね、ゴールドメダリストになりました。で、最後4つやろうと思ったんですけど、よく考えたらデラックスになっても追加コンテンツのコース全く一緒かなってちょっと思い始めて、勝手に思い始めて、結局追加コンテンツをやってません。やってないです。多分同じコースがないだろうと。で、キノコからサンダーに関しては、なんか同じコースがね、PV とか見たらありそうだったので、まあね、これはやっとこうと思ってやりましたよと。はい。まあ、どうなるかわかりませんけどね。この後またデラックスに戻って、あるじゃねえかってなるかもしれませんけど、はい、その辺はね、ご了承ください。ということで、じゃあデラックスに戻りますよ。はい、ということでした。一応ね、だから 150cc までは、全カップ、追加コンテンツまで全部やって、200cc で、追加コンテンツやらなかったんですけど、さっきなんか追加コンテンツはまた新しくあるでしょうと思ったら、なんかね、これありそうだよね。全部で12レースありますからね、追加コンテンツも全く同じコースなんでしょうか。まあ、ということで、ちょっと早速ね、どれぐらい変わったかっていうのを、まあ、50や100でやっても面白くないんで、150でね、とりあえずやりたいと思います。150cc、一人でモードでね。で、せっかくだったら見ようと思いたいんですが、やっぱり最初はね、あ、スプラトゥーンのキャラ使えるんだね。そうそう。変わったところってこれと、あとテレサとか使える。あ、いいね。テレサいいじゃないですか。ちょっとじゃあ今日は初めてのマリオカート8デラックスということで、新しい新キャラからね、使っていきましょうか。じゃあこのガールから。ガール、ちょっとガールやってみよう。ガール。これで、あ、髪の色も変えれるんだね。じゃあやっぱりオレンジがいいな。オレンジで。これでオレンジでやっていきます。なんつった今。なんて言った今。ちょっともう一回やろう。なんて言った、なんかそんな感じだった。でね、僕はね、ちょっとバイカーなんでね、バイクが好きなんですよ、バイクが。あ、これもやっぱりいろんなのがあるね。特典とか、これなんかスクーターみたいなのがあるね、スクーター。小学生の時にダジャレで必ず作ったよね、スクーター。なんか人なんちゃらみたいなね。はい。まあ、それいいですね。まあ、じゃあ、ちょっとバイクを選びましょう。ね、これカタツムリ？カタツムリ？クワガタ？よくわかんない。カタツムリだね。じゃあ、ちょっとスーパーコメット。なんかバイクっぽいやつ。スーパーコメント。まあ何でもいいんで。これ、あ、スタンダードいこう。もうすべてがスタンダード。バイクは？バイクもスタンダードダイヤとか。スタンダードタイヤじゃない。スタンダードタイヤ。もうなんか、すごいね。よくわかんないけど、これリングタイヤいいんじゃない？これ一番バイクっぽい。これにしよう。適当でいい。これスプラトゥーンだからやっぱりスーパーカイト、スプラトゥーン柄がいいよね。これなんか誰かにカラーボール、銀行強盗とかしてカラーボールぶつけられたみたいなパラセールになってるけど、それにしようか。それにしよう。これにしよう。じゃあ。まあ、物は試しよう。あ、追加コンテンツあるじゃん、普通に。あるじゃん。しかも全然コース変わってない。全然コース変わってないよ、これ。変わってないね。何がデラックスになったの？まあいいや。とにかくやっていきましょう。じゃあ1個からね。キノコからやりますよ。ちょっとね、今気づいた。ちょっと、何どこで加速するんだっけ、これ。これかちょっと待って。え、ちょっと待って。どう曲がんの？こうか。ドリフト、ちょっとボタン、説明書全く見てなかった。やばい。やばいぞ。あ、アイテム取られた。
あーでもこんな感じか、勘が戻ってきたね、勘が戻ってきたね、いいね、よっしゃ行くぞ。まあね、 150、200cc で特訓してるからね、あやばいやばい、赤コーラーやめてやめて、おいいね、あショートカット忘れた、アイテムがね、そうそう2個持ちできるんですよね、2個持ちアイテムが、それがまた変わったところというか、まあ変わったところですよね何言ってんだかよくわかんないけど、よしとりあえずもうね、いろんなアイテム2個、アイテム2個並んだやつとかもあんのか、なるほどな、よし赤コーラでバイバイ1位、そして俺が1位になる、 OK 完璧よ。 150cc ならもう余裕ですよ、もう 200cc に比べたらね、もうザコみたいなもんですよ、もうザコ、もうほんとない。このスプラトゥーンね、スプラトゥーンも7月発売、もうあれ7月ですでしたっけ、おー危ない、7月ね、あれも夏発売か、スプラトゥーンもね楽しみですよね、あれね、やばい赤コーラ、赤コーラ2個取った、2個、あーおー間に合わない、コインって緑コーラで、まあいいや、キノコなんかちょっと蛇行運転する癖がついてるな、スイッチのコントローラーが意外と、あちょ何やってんの何やってんの、スイッチのねコントローラーが意外と難しい、あやばいやばい、さっきオッケー、あ取ってない、今2個の取ろうとしたのに、まあでも多分1位取れますよ、これは多分、てか絶対1位取りますよ、オッケーバックドラフトいいね、よっしゃ蛇行運転する余裕がある、まあいいよ、いい感じいい感じ、 200cc はね本当あれは大変だけど、150ぐらいだったらねアイテムにならないよ、もうこうやって必ず抜けるもんね、今のデイジーか、デイジーじゃない、あの2個取りたい、2個取れない取れない初手だ、あちょっと待って、これ記念すべき初レースがちょっと2位で終わるなんて、それはダメだよ、ちょっと待って、2位はダメだよ、2位は1位じゃなきゃダメなんですよ、オッケー、どうだどうだ、最後コインと爆弾かよ爆弾、おいでもいいよ、ほら行ったんじゃない行ったんじゃない、よっしゃ記念すべき初レース初レース1位完璧フィニッシュ、ガールそのピストルで売っていいよ、それアイテムないのか、とりあえずね、とりあえず1位、さあ次のレースいきます、あのねコースはコース自体とか名前とかは全部一緒なんで、なんですか、ほらコースの名前最初に出るじゃないですか、紹介ムービーみたいな、あれはもう省略してますから、もう少しでもねちょっと見やすくなる、おい、あそう少しでもね見やすくなるようにやっていこうと、オッケー、ガール早いね、スプラトゥーンから抜け出てきたマリオカートに、いいよいいよガール早い、この次はテレサでやろうね、テレサで、あの2個とかはちょっとあれだな、内回りを通るとちょっと大変だな、コインがコイン取る、あもうマップとかも全部見やすくなってるね、かわいいね、なんかねいいねいいね、あボーイも走ってるね、ボーイだっけでやばいやばい、あまあいいや1周目だから、まあいい、とりあえずコイン取ろう、コイン取ろう、よしここもあれだよね、やばいやられた、うまいね、まあでも俺は怒らないよ、大人な対応するよ、大人な対応、やばいバナナ置くんじゃねえよ、よっしゃ大人の対応ね、まあ短期じゃないからね、短期は損期だから、なんで今投げてんだ、やばいバナナおい、そのこのこ赤コーラアイテム、マリオカートアイテム、さっき怒んないと言ったのにもうすでに怒ってるわ、よっしゃ早速やってきます、次次、まあ、ここねもうブレーキ必須だけど、まあ、ブレーキはね150だっていらないね、おーよしよし来た、完璧今の完璧、バナナを超えた、完璧完璧、今何静江か、今の静江だっけ、あれなんか知らないけど1位、下手だなみんな、おい下手だな、おい俺さっき6位だったけど、もうみんなこんな感じか、仕方がないな、あれバックミラーってどうやって見るんだっけ、バックミラー Wii U の時と同じボタン、おい静江やってくれるな、視界伝えたな、今バックミラーの見方が分かんない、ちょっとでもなんかいろいろやってたら絶対間違うから、もうこのままいきます、まあ最後にはね、最後には私まだ1位取りますよ、 OK いいよいいよ、ここよ、これ2個取りたいけど2個取ったらちょっと速度かな、速度かな、あおちょっと待って今何が起きた、ちょっとこれはまずいな、これはまずいな、ちょっとこれはまずいな、まずいな、いけるかいけるか、これはちょっとまずいぞ、あのタイミングでの赤コーラはちょっときつかった、赤コーラというか、どうだ、うわいらない、いらないけど最後なんかバックファイヤーとかないか、バックファイヤーないな、これはダメだ、くっそ、 OK2、 まあいいか、まあね、ガールちょっと可愛いね、イカだけど
はい、ここスイーツキャニオンですね。お菓子の国ですね。まあ、いかにもね、あのディズニーのアニメ出てきたの、なんか右からなんか溢れてるぞ、あれ。あれ、ジュースが溢れてる？あれ、なんかオレンジジュースかコカ・コーラが溢れ出てるんじゃないか、工場壊れて。よっしゃ。OK、いいよ。ちょっと外周回りすぎた。OK、大丈夫。でも大丈夫。よっしゃ、いけい。まあ、これもね、いい感じよ。赤コーラで聞くかよ。ちょっとアポロを壊すんじゃねえ、お前、静江、アポロ。OK、とりあえず2個欲しい、2個。OK。よし、2個取った。完璧よ。赤コーラ、いいぞ。今、ジャンプしたとき、イカに戻ったね、こいつ。本性出たね、本性が。ちょっと待って、コース忘れてる。OK。イカが出た。これ、ていうかね、意外とね、ガールちゃんが意外と操作しやすい。俺、ちょっと、今までピーチストだったんだけど、これね、いいね。ちょっとガールちゃんで行くわ。もうこれからちょっとガールちゃんに浮気するわ、もう。OK。あ、ちょっと待って、今、後ろ持ったのに、ちょっと。ちょっとなんか、静江、ちょっと腹立つな。ちょっと静江がなんかいい感じに俺のライバルになってるな。静江、君も女の子なんだろ？女の子だったら、ちょっとドリフトするの忘れるというね、今。あ、ちょっと待って、今、バナナを置いてしまった。まだやっぱりね、操作は慣れないですね。どうしてもね、Wii U のままになってるわ、体が。よし。でも、それも今までよ。すぐ1、2レースやったらもう慣れますから、必ずね。コインを使う、緑コーラで。でも、しずえちゃんじゃないわ。このガールちゃんね、ほんと、今完璧でしょ？今のも。ガールちゃんも、ほんと操作しやすいから、これいいわ。これ完璧だわ。やばい、やばい、やばい。赤コーラ。もう赤コーラ仕方ない。トップの宿命。1位の宿命。1位はね、常に狙われるからね。それだけうまいってことだから。よっしゃ。イカに戻る時があるね。おーい。まあ、でも稲妻はね、みんな平等。稲妻は平等だから。ガールちゃんいつも思うけど、そのヘッドホンで何聴いてんの？何の曲聴いてるの、ガールちゃん。それ教えて。流行るよ。きっと流行るよ。きっと流行るよ。よし。コイン行く。長いトンネルを抜ければ、ここで当てるのやめてね。10ゲームのお世話になるからね。よし。まあまあいい。しずえ、あんた、君は本当に俺のこと大嫌いだな、しずえ。なんかスプラトゥーンとなんか仲悪いのか、しずえ。そんなことしてたらまた狙うぜ。バナナ、とりあえず赤コーラ。オッケー、とりあえずこれよ。もうバナナなんかどうでもいいから。とりあえず。よし、とりあえずこれよ。うーわ、やられた。誰だ。オッケー、またしずえか。てめえ、ちょっと待って。3位になってるし。なんでちょっと待って。ここで抜かれたらやばいって。アイテムない。取れた。奇跡起きり。奇跡起こせ。オッケー、完璧。もうしずえと、ガールは永遠のライバル。永遠のライバル。あー、やばい。ちょっと待って。今のは、ちょっと待って。あ、とりあえず1位。いけ。オッケー。よし。完璧だわ、1位。まあ、こんなもんですよ。ちょっとスプラトゥーン勢が強いね。ちょっとみんな弱いね。マリオカート勢どうした？ちょっと。マリオカート勢。はい、ドッスン遺跡というコースですね、ここは。遺跡が舞台になってます。ちょっと早かったか？いいね、いいよ。全然大丈夫。このしずえさ、もうほんとさ、永年のライバルだな、これは。もう、孫悟空ともう、ベジータみたいになってるぞ、俺ら。よっしゃ。俺は、あれだね、ベジータだね。ベジータ。誇り高き、サイヤ人の王子だから。俺、王子だからね。よっしゃ。コイン取る。バナナはガード。バナナガードは必要。あ、なんで、ちょっと操作が慣れてないな。よっしゃ。オッケー、とりあえずね、1位よ、1位。もう 150cc だと、ほんと、ほとんどね、敵いないから、もう、ほんと。あ、取ってないわ。まあ、あえてよ。あえて取ってない。ちょっとショートカットやってみようか。できるか？調子乗ってもできるか？よし、まあ、なんとかできるね。で、ここ通れるか？通れなかった。オッケー、まあいいや。イカに戻った。ちょっともうイカでさ、油を撒き散らしてくれていいよ。ペンキ撒き散らして。もう全然オッケーだから。あ、ちょっと今のは、どうしようか迷ったけど、ちょっと何もできなかった、今のは。やばい。お、今赤コーラを爆弾で防いだのかな、もしかして。お、ちょっと待って。おい、しずえ、永年のライバル、お前カカロット、ちょっと待て。しずえよ。あ、真ん中開いたよ。オープン。もう王子のために開けてくれたよ。王子のために。大きいよ。ここで赤コーラよ。よっしゃ。ここでしずえがまたボコボコよ。ここよ。よっしゃ、行くぜ。これで1位と。ここはもうあえて取るよ。今度はあえて取るよ。よっしゃ、いけ。もうショートカットはしてね。ちょっと落ちそうな気がするから、なんか今はね。よし、行くぞ。ここね、上に行くと、ここでもさらにできるんだけど、ちょっと今失敗。よっしゃ、もういいか。ちょっと待って、スプラトゥーンのガールがイカスミを食らうという、なんというこのゲーム的にはなんかよくわかんないことになったね、今ね。
本家だよ、こっちは本家だよ。スプラトゥーンのガールの方が本家だからね。あのイカスミ黒だけど、俺はオレンジ色をみんなに ぶっかけることできるからね。よし行きますよ。よし、また真ん中が空いた。もう王子のためにいつもここを窓、ここを開けてくれるね。さすがだわ。よし行くよ行くよ。もうこれ1位でしょ、これも1位取れるよ。もう絶対絶対総合1位の自信ある。 OK、 ここで最後取りに行く。ここでここで最後バナナかなんかが来たらもう完璧ガードできる。コインか、まあいいや。もう1位1位絶対1位、完璧完璧。もうあの 150cc 敵ないわ、やっぱり完璧だわ。よし最後ここでバックドラフト OK 完璧。どうすかフィニッシュ、これ1位でしょ総合。ガールガールしずえデイジー。はい、ということで、まあ、軽くゴールドメダリストを取っちゃいましたガール。はい、コイン30枚。あ、そうそう、これでマシンパーツがどんどん増えていくんですよね。だからグランプリをどんどんやっていけと。キノコいいねいいね。ガールこれ何、星2つはどういう意味ですか任天堂さん。まあいい感じですね。もうトップとしずえとの差が10も離れてますから完璧。はい、まあこんな感じでちょっと徐々に徐々にちょっとやっていこうと思いますね。とりあえずグランプリと、インターネット対戦、まあインターネット対戦もまああれね、インターネット対戦の方が面白いからね。で新しく加わったバトルモードとかいろいろやっていこうと思うんで、また次回のパートもよろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。スタッフでした。またね。皆さんご視聴ありがとうございます。サクです。他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。